くりしていってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体10作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったらごめんなさい。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。13番目の転生者、総合評価で中くらいのシナリオと作風の作品であり、シナリオもナルトとかが連載していた時代のジャンプとかに載ってそうな感じの、2024年からしたらやや古臭い感じの王道を行く凡庸なシナリオ。この作画とシナリオを駆け出しの新人が作れたなら、次の連載に期待してもまあいいかもって感じの作品なのぜ。この漫画はとても良いサンプルになる作品だとおまんじゅうたちは思っているので、こんな感じの評価をしているが、別に面白くないわけではなく、電車内の暇つぶしにちょうど良い品質の作品。ただし、2024年において、当てる作品を作るには何かしらの工夫、新規性が必要であり、そういった工夫や新規性を一切感じられない、2024年に FF6 を作るような感じの作品。1巻を読んで、この作品、多分3巻で打ち切りだろうなという予想通り4巻で終わる。4巻の終わり方は頑張って打ち切りっぽくない感じで終わらせている部分は次に期待が持てる。むしろ3巻の壁を破って4巻まで連載できたことはすげえのぜ。3巻で終わった作家と比較すると頭一つ飛び抜けて才能があるのぜ。ストーリーはナロー系テンプレジャンルの一つである女神がラスボスで、人族至上主義の異世界に転生した円卓の12人の同級生と主人公の山岡さんの歩。テンプレ通りに、円卓の騎士は12人であり、おめえの責任からという感じで綺麗に放逐。ラストダンジョンに放り出された後はこの手のテンプレ通りにチート武器を手に入れて、ラストダンジョンでパワーレベリングをして、神元3万になった主人公が女神をザマーするために頑張るという感じのシナリオ。何がダメかというと、2010年とかまだナロー系というのが定着していない時期ならともかく、2024年においては女神がクズ、クラス全員転生したけど自分だけチートもらえませんでしたというのがジャンル化されて、星の数ほどそのジャンルが存在するのにもかかわらず、何らかしらそういった他の同じジャンルの作品との差別化ができていない部分。このクラス全員異世界転移されて、主人公だけハブられましたがチートだったことが判明したので、クラスメイトは女神は人族至上主義の人類ザマーしますというテンプレ。何かその作家しかできない新規性だったり工夫が欲しい。例えば怪獣8号とかハメちゃんこよくできて、シナリオはウルトラマンとゴジラのちゃんぽんなのぜ。内容は巨大怪獣が出現する現代社会で、ゴジラの能力を手に入れた落ちこぼれの主人公が科学特捜隊でてっぺん目指すというラブコメなんだけど、ひねりが効いててゴジラの部分を人類に対して敵対的な怪獣軍団のボスみたいな感じなので、ウルトラマンが存在しないウルトラマンの世界でバルタン星人が主人公みたいな感じがひねりが効いてて、ああ、この漫画は売れるな。って思える出来栄えしてるんだよね。ちなみにこの怪獣8号の作家は、怪獣8号をヒットさせる前にジャンプで猫ワッパでいう打ち切りを書いていたのぜ。その打ち切りは作画も発展途上だし内容も、まあこの作品は打ち切りだろうなって感じの作品で、短期連載で終了した作品です。何が言いたいのかというと、この作家は、その後しっかり最適化して怪獣8号を作り上げて大ヒットさせているので、この作品がダメだとしても諦め論する必要は何一つないってことなのぜ。むしろ3巻の壁を超えてジャンプで4巻まで連載できたのはすごいし、今ジャンプで連載してる作品で、なんでこの作品売り上げ出てるの？って作品とかたくさんあるし、中の上くらいの作品だと当たるかどうかは神の味噌汁なので、めげずにたくさんガチャ回し続けて、いつか当たりを引けるといいと思うので、3巻3巻言っているのは、2020年あたりの漫画は、マイナーコミックとかなら3巻まではよほど売り上げやクリック率が悪くない限り連載させてくれる感じで、3巻以降、長期連載するかどうか？は3巻までの売り上げやクリック率で判断されるという暗黙の了解があるからです。何度も言うけど、つまらないわけじゃないし、テンプレ作品を作る能力はあるので、あとは工夫次第だと思うよ。何か、その漫画しかない新規性だったり工夫が、売れるためには2024年の漫画には必要なのぜ。モブから始まる探索英雄譚、流星の速さでアニメ化した作品。この漫画のベネな部分は、いわゆるレベリングを楽しむという、ジャンルであり、ジャンルとしては雲ですが何か？と同じジャンル、この手のレベリング漫画ってナロー系が生まれたからこそ生まれたジャンルで、2000年の編集者たちからしたら考えられないジャンルの作品なので、雲ですが何か？
なんて中盤までひたすらレベリングしかしていないからね。だけどそのレベリングの描写と過程がクソ面白いんだよね。ジャンルはダンジョンが現実世界に現れた系の世界で、勃起の高校生のモブが、D ジェネシスってナロー系の特、インスパイアよろしく、マキロン使ってひたすらスライムを乱獲していたら運よくクソ強サーバントのロリッコを手に入れることに成功。このチートロリッコの助けを借りて、サーバントハーレムを拡張しつつレベリングをするという内容の漫画。この手のレベリング漫画はどれだけ丁寧にレベリングの過程を書けるかという部分にかかっており、この漫画はしっかりダンジョンに入る前の準備フェーズから、ダンジョンに入った後の敵に対して工夫を凝らしてはめ殺す過程などを上手に書けていて、少しずつ装備やレベルが増えてやれることが増えていく過程の描き方がベネ、とりわけボス攻略でこうしようああしようってプランを考えて実行するんだけど、そのプランをドジって台無しにしちゃったりとか、次の攻略の装備をどうしようかとか、手札をどう切るかといった描写が丁寧だし合理的で見てて楽しい。この手のジャンルはゲームの RTA を見るような楽しさを提供する作品だと思うのぜ。何よりも差別化として、シュールストレミングといった世界一臭いニシンの缶詰を使った攻略方法などの作り方だったり、モブや敵のコミカルさだったり、サーバントの可愛さの表現がよくできている。ある程度関数が溜まったらアニメ化するであろうと思ったら秒速でアニメ化された作品。変人のサラダボール、ラノベ書いていないで一般小説書いちゃいなよという感じのラノベとは一線を画すな。老系作品、ある程度関数が溜まったらアニメ化するだろうなと思ったら彗星の速さでアニメ化した作品。作品としては、地方都市で探偵をしている主人公の男のところに、異世界転移してきたロリッコがワトソン役として現れて、魔術を使ったりして探偵の依頼を解決するという感じのシナリオ。秀逸なのは、毛利小五郎以外のガチ現代の探偵がどういった仕事をしているのか、探偵業とはだったり、カルト宗教何旨のだったり、ストーカー被害に遭っている人からストーカーを引き剥がす別れさせ屋という仕事といった、普段探偵に縁のない人にも、毛利小五郎以外のリアル探偵はこういったことを生業にして生計を立てているんですよ、という勉強にもなるという、よくリサーチしてる作品。大体のナロー系作品は、僕がこう思う最高に面白い小説って感じの主観で作られて作品なので、この主観で作られた作品が、素人っぽくて、面白いからナロー系は面白いんだけど、この作品はそういった主観ではなく、作家が常に、どういった展開にしようかとか、極めて冷静に、客観的に物語を構築しているし、文章の選択もお上手なので、中学校で友人のお遊戯を観察した時のような恥ずかしさを感じさせてない、小説クオリティを持っている部分がクソ激烈にすごい。主人公の性格設定も酸いも甘いも体験した大人って設定しているから、安定感がある。冷静に小説を書くことが面白さの全てじゃないのぜ。恥ずかしさをたしなむ面白さもあるし、面白いってのは千差万別なのぜ。あくまでも、この作品はプロ小説家がナロー系まで降りてきて作ったようなナロー系作品って部分が、文芸作品だよってのを伝えたくて、こういう伝え方を選びました。内容は、地方で独立探偵をしている毛利小五郎じゃない方に異世界転移してきたロリッコが現れて、その魔女っ子を仲間に、探偵業をするというシナリオ。この魔女っ子の壮大な問題を解決する王道を行く展開ではない部分が文芸作品であり、この魔女っ子たちは、あくまでも物語のスパイスであり、メインシナリオはカルト宗教とか、浮気調査とか地味なやつ。ただしこの地味なやつを読んでて面白い。次を読みたくなる。もう待ちきれないよ、早く出してくれって気持ちにさせる文才がパネーのぜ。とにかく今風で面白いし、勉強になるし、作画もお上手。普通にアニメ化するだろうと思われる作品であり、予想通りアニメ化した作品。文才が優れすぎてて、読みやすい。って部分は一切真似できないから、この作品は当たりを作りたい人にとっては才能が違いすぎて参考にならない作品なのぜ。いて言うなら、いろいろなことに興味を持って、調べましょうって部分かな？この漫画は探偵って部分に関しては非常によくリサーチされてて、それを物語に落とし込む形で紹介してる部分が漫画としての品質を高めているから、何か強烈に興味のあることがあるなら、それをネタにナロー系を作ってみるといいんじゃないかな？って部分かな。前にニコニコ動画で見た、やたらトイレットペーパーと女子高生の制服が好きなゲーム実況者がいたんだけど、ガチで女子高の制服にしか興味がない猛者で、JK が好きなんじゃなくて、制服が好きって強烈な才能を持っている猛者がいて、そんな感じで好きを突き詰めると武器になるんじゃないかなって思うのぜ。リンゴ先生、まあ3巻で打ち切りだろうなと思う作品であり、予想通り3巻で終わる非常に良いサンプルの作品。いわゆる無機物に転生したジャンルの一つであり、ストーリーはチートなリンゴに転生した主人公が、
陰ながらメインヒロインの冒険をサポートするという漫画。この漫画は無機物転生ジャンルにおいて当たらないだろうなと思われる部分がふんだんに盛り込まれた作品であり、非常に良い反面教師的な作品なのでおすすめ。この手の無機物に転生した作品でクソ激烈に面白くておすすめなのが、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようという漫画であり、無機物転生もの書くなら絶対よねと思える作品。水星の速さでアニメ化したのぜ。このリンゴ転生の何がダメかというと、リンゴに転生するという必然性が全くないという部分。別に主人公がリンゴじゃなくてそこら辺の石ころに転生したとしても、フライパンに転生したとしても、この漫画のシナリオの整合性が取れるという、リンゴの利点や要素や必然性が一切なく、漫画としての面白さに直結していない部分がダメな部分。例えばファイヤーの魔法をリンゴの主人公が使えるようになるのだが、リンゴとファイヤーの魔法に何一つ関連性がない。石がファイヤーを使ってもいいし、なんなら魔法のステッキに転生すればまだ整合性が取れるのぜ。例えばフルーツというのが一切存在しない異世界に果物に転生した主人公が、果物の美味しさを伝えることでオレツエするとかなら、リンゴにする必然性が出てくるのぜ。そんな感じで、そもそも無機物に転生させるなら、その転生させた無機物じゃないとダメな必然性だったり要素があると、読者は面白いって思う確率が高まると思うよ。ここから、自動販売機転生の話に移るが、アニメ化の主人公の自販機に目をつけるデフォルメ、キモすぎるのぜ。シナリオは、ジパングの自動販売機を他の主人公がなんやかんやあって自動販売機に転生して異世界生活を始める。自動販売機なので、いらっしゃいませや当たりが出たらもう一本というような、機械音でしかコミュニケーションが取れない、動けない、初期スポーン地点はモンスターが生存する草原、壊されたらガメオベラ、という状況からどうやって主人公が生き延びるのか？という部分もベネだし、ヒロインにやたら感の良い怪力持ちを用意する部分がベネだし、ここからややネタバレだが、主人公は中世ヨーロッパ風の村で、自動販売機の力を使って、水や、カップラーメンを販売することでレベリングを始めるというシナリオ。で、モンスターを倒すための大規模遠征においては、金さえ入れれば無限に水と食料を提供できる自動販売機の主人公は老老として非常に重宝されるといった具合に、自動販売機でなければならない必然性がシナリオにお上手に入れ込まれている部分がモルトベーネであり、この部分がリンゴ転生における、リンゴに転生する必然性がほぼない作品とのクオリティの違いである。アニメ化の主人公の自販機に目をつけるデフォルメ、キモすぎるのぜ。